アジアを含めて世界の地域区分を考えるときに環境の違いというものが重要な役割を持ちます。ここにまあ世界の植物ですねがどのように分布しているかという図を掲げております。およそヨーロッパというのは森の多いところであります。それに対してアジアは比較的乾燥してこの図で黄色く見える。これを専門家はイエローベルトと呼んでおります。このイエローベルトがアジアが世界に先駆けて発展をした舞台となった場所であります。さらに東南アジアや北の亜寒帯は緑色をしてそこに森があるということを示しております。中国の東北地方や日本列島もその地域に入ります。このイエローベルトで最も古い文明が生まれております。それがヨーロッパや東南アジアや日本へ伝わる中で新たな発展をしてくるという、そういう異なる環境で生まれた文化が広く交流することによって人類の文化が発達をする原動力が得られたと考えております。